岩本光は本気絶叫スノーマン異例の世界進出展開も2028年ロスゴリン、正式種目サスケの急発点とガチンコ情熱。来月8月21日、TBS が人気番組サスケの世界大会サスケワールドカップ2024を放送すると発表した。これは28年目にして番組史上初の試みで、世界5カ国、 日本、アメリカ、ドイツ、フランス、オーストラリアから最強の挑戦者として35人の精鋭が六山スタジオに集結し、サスケに挑む。今回は従来の個人戦ではなく、男性4人、女性1人の5人1チームで挑む初の団体戦で、日本からは、ジャパンレッド、ジャパンブルー、ジャパンレジェンドの3チームが参戦。ジャパンブルーには、 サスケアイナンバーワンアイドル、ことスノーマン岩本光るル、31の起用も発表されており、早くもファンの間で話題沸騰中だ。なお、ジャパンブルーの残り4名と、肩書きは以下の通り。史上初にどの完全制覇うるし原雄二46、サード、ステージ8回進出、日置正四十三池谷直樹、元体操選手のまな弟子、渡辺舞。 29、2014ファイナリスト、川口智弘、42。解禁されたビジュアルには、左胸に日の丸があるユニフォームを着ている岩本さんら挑戦者の姿も。まさに日本代表という感じですね。サスケはすでに世界規模のコンテンツで、同番組をベースにした競技がオリンピックの正式種目として採用されるほど。 そんな人気コンテンツ初の世界大会に岩本さんが名を連ねているというわけです。女性史編集者サスケは世界165の国と地域で放送され、現地版も25カ国以上で制作されている全世界レベルのコンテンツ。今回の参加国を見てもわかるように、アメリカやヨーロッパでも知名度は高い。 さらに今回開催のパリ五輪7月26から8月11日の次、2028年に開催されるアメリカ・ロサンゼルスオリンピックからは近代五種で行われる。競技の一つとして、サスケの海外版である忍者ウォーリアーをベースに考案された障害物レースが馬術に変わる新しい種目として採用されることが発表されている。 そんなオリンピック競技に影響を与えるほどの番組のワールドカップに、岩本が日本代表として出演するのだ。ひーくんすごすぎる。世界大会、日本代表ってほんとすご。ワールドカップ日本代表は、やばいオリンピック代表も夢じゃないよ。ただの芸能人枠ってだけじゃなく、ガチで兄貴たちと同じグループでの出場ってことに感動して、足が震えている。 世界大会って。日本代表って。ひーくん、オリンピックに出るようなもんやん。素敵素敵。といったファンからの歓喜の声が多く寄せられている。岩本は、サスケ。と同時期の8月19日から9月17日にかけて、主演ミュージカル、キャッチミーフユーキャンも控えているため、無理せず頑張ってほしいという声も。 サスケワールドカップ2024の収録はミュージカルより前のことでしょうが、それも2つの準備は大変ですよね。28年開催のロスゴリンはまだ先ですが、五輪競技に採用されたという話題性からサスケワールドカップには大いに注目が集まることでしょう。これまで岩本さんは第33回2017から第41回2023まで9回、 サスケに挑み、最高記録はセカンドステージ敗退が計2回。目覚ましい活躍というわけではありませんが、超人気グループのリーダーが毎回努力して、本気で挑んでいる。そのことで毎回視聴者の感動を呼んでいて、同番組でも抜群の人気を誇っています。昨年12月放送の第41回も、視聴者からは多くの感動の声が上がりました。 ワイドショー関係者昨年岩本は30代になってから初のサスケでサードステージ進出を目指して鍛錬を積み重ねていたしかしファーストステージの新エリアツインダイヤ回転する2つの足場を乗り継ぐ競技に阻まれて無念の敗退僕は何をやるでもスムーズにいかないと悔しさをにじませたが視聴者からは 残念だったけど元気もらえた、泣いてる姿に感動した、と一生懸命、ガチンコで臨む姿が高く評価されていたのだ。岩本さんは今や、サスケンのアイコン的なタレントとして、大きな存在感を発揮しています。以前は泳げなかったのに、サスケンのために克服したほどの努力家ですから、ファンでなくても応援したくもなりますよね。だからこそ、 今回の世界大会に選ばれたんでしょう。彼が情熱を注いでいるサスケを元にした競技がロスゴリンにも採用されたわけですから、今後サスケはさらに世界中に広がっていきそう。連動してアイコン的な存在である岩本さんもサスケとともに世界へというは流れは十分にありそうです。十八年のロスゴリンに向けサスケワールドカップはより拡大し、 世界のテレビ局も巻き込むものになっていくかもしれない。岩本さんの本番での活躍遺憾では、彼とスノーマンの名がワールドワイドになっていく展開もあるかもしれませんね。全土ラウール21がパリコレモデルとして活躍したり、それスノーマンにやらせてください。TBSK では、23年11月にタイバン国でグループの海外ンキを底上げする企画を、こうなったりと、 少しずつ世界へと活動が広がりつつあるスノーマン。岩本が今夏のサスケワールドカップで大活躍を見せ、グループがより世界へ歩みを進める展開はあるだろうか。手で口角を上げて笑顔を作る岩本。絶叫の写真も挑戦できることに対する楽しさを感じさせる。本人曰く、サスケは終わらない部活、第41回とのこと。